階で大きいけど旅館やりたいとか、いろんな、あのもし万が一ね、これができなかったとしても、自分がやったらどんな感じかなとか、やってみたいなとか、いろんな願望があった方がレスラーって絶対伸びると思うんだよね。レスラーじゃなかったとしても、これがまあ普通の人生としても自分の生きる道をしていきたい、できないかもしれないけども、まあ、例えば警察官になりたいとか、何とかになりたい、やってみたいとかっていう方が、想像力がないとそこに行かれないじゃん。自分はもうこれしかできないんだから、ここでいいんだ、もうずっと同じ、あの朝から晩まで働いて終わったらお酒飲む、この人生よりも全く違うことがさ見えた方が楽しいよね、やっぱり、はいはいはい、でやっぱし楽しいことをしてる人っていうのを見てる側としたら、あこの人次何やんだろう、また何かやるんじゃないと思って、やっぱしこの人にお金をつぎ込むよね。つまんない人にお金つまんないじゃない、お金の話ばっかしになっちゃうけど、売りちゃんでれば大事です大事です絶対にあの人から人に夢を託される人生を歩まなかったら、レスラーとして お金をね、あのチケットを買わないっていうことなんだよね。それがしっかりとなんかこう、なんかこの後どうなるんだろうっていう、見てる方も夢が広がる、そういうレスラーがいっぱいいてほしいよね、やっぱね。そういう、もう本当に その通りのレスラーだと思う。周りの先輩方もそういう方多かったので、なんかすごいその影響いただいたなっていうのはあります。吉田さんもそうですし、佐々木さんもそうです。吉田さん、すごいですよ。あの今も結構自分の好きなことをされてるし、鈴木さんもそうですし、なんかアジャさんにもすごいお世話になってるんですけど、アジャさんもそうですし、なんか皆さんそうだなって思うので、はい。よかった、そうだなって今。なんかいい、あのお手本じゃないけどね、それがあるってことは、もちろんそこを目指していくだろうし、またそれを超えようと思うだろうし、あ、よかったね。なんかこれがさ、嫌な先輩がいたりさ、いじめられたとかさなっちゃうとさ、萎縮してっちゃうじゃないですか。そうです ね、はいはい、そういう風になんない、ちゃんといい先輩がいたから、こういういいレスラーが育つんだね。頑張ります。なんかでもあのそれってね、多分ね、あなただと思うんだよね。もしもいろんなレスラーいるけども、嫌な先輩も、まあ、多分いるじゃない、きっと。そこに何つうんだろう、ついちゃったり、その人に目をつけられちゃう人もいるとは思うんだよ。でもあなたは多分あなただからいい先輩がついてくれてるんだと思う。あなたが変な人だったら鈴木選手も雇わないだろうし、あーちゃんも可愛がんないだろうし、まいちゃんだってあなたにあの日にちをあの合わせて休みを取んなかったと思うんだよね。多分あなたがすごくいい人だから、いい先輩がついたのね。そう思っていただけたら嬉しいですけど、本当にやっぱ出会えた人たちが本当すごかったなっていうのが大きいです。それは本当に、はい、よかった。本当はあーちゃんとかも本当は、まあ、嫌だと思ってました。一番ダメです。私はいいんですよ。私は嫌な人です。嫌な人なんで。そんなことない。絶対そんなこと。いやー、本当にね、今日は、はい、まあ、ほとんどスケバンの話がちょっと半分になっちゃって、はい、松本博代としての話が、半分になっちゃったんで、もうちょっと聞きたいんだけども、はい、プロレスやってて、松本博代としてあのフリーとして、この先どういう風になっていくんだろう。そうですね、もちろん今もキャリア今年で19年おお意外に早くも、はい、まあ、そうだったんだってなんですけども、あの同世代も結構みんな元気で、やっぱりその上がってるリングで今もやっぱ弱肉強食、自分が一番になってやろうという欲がある、あの世代に囲まれているので、自分もモチベーションもちろん高いで、下からの世代の突き上げも今すごいので、やっぱその緊張感もあるんですけど、あとその去年おととし、まあ、アジャさんがこうあの地方創生でずっとおっしゃってて、
まあ、コロナの時期でやっぱそのいろんな地方に行けてなかった時期がやっぱり長かったんですけど、やっぱりたくさんの人にこうプロレスを見てほしいなと思うので、やっぱそういう各地方でプロレスをして、なんかその来て一つの思い出になれるあの日を一緒に共有したいなっていう思いが結構あるので、はい、なんかやっぱフラッと行ってプロレスやってるっていうので見に行って、今日プロレスやっててさみたいな一個の話題になれるって本当にいいことだなって思うので、なんかそういう機会増えてったらいいなと思いますし、なんかちょっとずつ作れていけたらなっていうのもあるので、そっちもちょっと調整していけたらなっていうのはあります。そっか、地方ね、はい、そうだよね、うん、昔はほらなんていうの、地方巡業が当たり前みたいな時代だったから、はい、もだいぶ前ね、見てない時ね、はい、昔はね。だけど今結構あの土日はもう東京で新宿フェイスなのか小倉県なのか新木場なのかっていう感じでさ、結構東京が多いじゃない。はい、それがもし地方にどん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 広がっていったらすごくいいよね。プロレスの持つパワーって特殊じゃないですか。うん、だからそうだね。したいです。でほらテレビでもさ、新日本プロレスさんとか、はい、全日本さんとかやってるのかな。あと、まあ、ガオラとかではね、いろいろやってるかもしれないけども、なかなかそういうさ民放のテレビでやらなくなったから、はい、地方の人で見る機会がないから、プロレスっていうもの自体を知らない人も増え始めちゃったんだよね。それがもしもみんなこう地方に行って やったりとかすれば、はい、なんだこの世界はから始まって、うん、プロレスになりたいっていうふうに思ってくれるちびっ子たちもね増えてくれたらいいよね。はい、めちゃくちゃいいですね。うん、はい、地方ね、いいね。はい、美味しいものもいっぱいあるしね。いや本当に美味しいですよね。熊本も美味しいですよね。すいません。本当に、はい、はい、本当に最高だよね、熊本。ね、福岡は行った？あ、いや、福岡の方だった。はい、福岡の方だったんだけど。はい。まさか、うん、最高だよね。馬刺しが。いや、今思ってました。馬刺しって思って、すいません。馬刺しって思いますね。はい、美味しい。マギオル社長。社長、ね、はい、萩原社長だってね、はい、熊本でいつもやってくれる工業の方なんだけども、はい、50? 私の年下だったのよ。私56なんだけど、はい、55歳か54歳なので、はいはいはい、もうさ、今までだったらさ社長だったり工業士さんとかってなったら自分よりも絶対年上だったじゃなかったのかに。なるほど。それがさ、はいはい、自分よりも年下の方がさ、はい、うわ、こんな大きなことを年下の方がやってるんだと思って、で年下の方に馬刺しごちそうされちゃってみたいな、はい、なんかね、そうなっていくよ絶対。ですか。そのうち。なるほど、なるほど。地方楽しいよね。はいはい、幸せですね。海外行った時ってさ、はい、食事とかどうしてんの？食事はこの間とかは、うん、マイアミの時とか、マイアミの時はアメリカで、その以前からそのアメリカ遠征でお世話行ってた時にお世話になってた方がいて、その人も見に来てくれてたので、一緒に連れてってもらったりとかで、なんとなく、はい、レストランとかは行けたので、はいはい、高くて、海外ドルが高くて、ドルが高くて、はいはい、今まで海外行くとあんまりお金気にしないで楽しもうと思ってたので、ね、あれなんですけど、さすがにちょっと今年は計算しちゃうよね。前はさ、もう100円切ってたから98円とかだから、はいはい、もう1ドル前100円だろうなみたいな感じで、はい、100円でコーラとかね買えたのがさ、150円で、私、はい、空港で水か、はい、水とコーラ買ったら1000円だったの、はい、日本円で、はい、これ1000円かよと思って、はい、何にも買えないなと思ったの。本当に飲み物ですね、飲み物はやばい。だけどもギャラはドルだから高いのよ。そうですね、いっぱい来ていただいてる選手の方は、ね、ありがたい、ね、ありがたい、本当に、ね、今のうちに働きましょう。そうですね、アメリカで働きましょう、ね、はい、やるなら今です、ね、本当、私がさ、
はい、WWF 行ってる時に1994年だったんですけども、はいはい、あの時って、ね、98年だったの1ドル。ああめちゃくちゃいいですね。すっごいお金もらってるんだけどさ、はい、1ドル100円なのよ、98円なのよ、はい、もうあの時のドル取っとけよかったそんなそうですよね、それだったらもう、だから安い時、はい、私が安い時にアメリカで、あのアメリカのドルが安い時にアメリカで働いて、はい、で今度日本、まあ、日本でいた時には、まあ、日本のお金も給料もらったから、はい、それ良かったんだけど、はい、で今度日本帰ったらさ、まあ、日本は高かったから良かったけど、はい、で今やっとね返してもらってるって感じね、アメリカから。ああ、なるほど。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 一緒に食事行こうねとか、はい、誘うねとか言いながら誘わなかったの。はい、誘わなかったんです。誘えなかったの。はい、なんかその時仕事が入ってて、はい、まあ、あっちもさ、はい、休み試合があってその2日ぐらいみんな、まあ、余裕で持ってきてくれてるんだけど、はい、その両方さ撮影だったりとかするんじゃないの、はいはいはい、だから全部それで仕事入っちゃってて、はい、なんか防具がなんかの。ね、はい、ニューヨークタイムズとかさ、そういろいろチームが入っちゃって、はい、全く誘えなくてさ、ほんばかしになっちゃったりとかしてさ、はいはいはい、そういう人たちどうしてるのかなと思って、はい、でもなんか結構例えばこれフロリダとかだったら、これだったら前回マイアミだったからさ、はい、都市っていうか、まあ、開けてるとこだったからよかったんだけども、はい、まあ、セブンとかあったじゃない、日本みたいにセブンでコンビニみたいな感じなんだけども、アメリカあっち行っちゃうと、はい、ガスステーションとかスタンド、うん、車のスタンドにセブンがついてるみたいな感じだから、うん、あんましこうご飯とか売ってないんだよね。ですね。だから今回のマイアミはコンビニみたいな感じのセブンだったらよかったけど、はいはいはい、売ってたりとかしたからね。え、お土産とか何買うの？お土産はあんま買わないですね。買わずに自分のお土産とかも買わない？は服とか買ったりしてます。日本だと結構サイズ9のとかあるので、海外の人とか結構大きいのがあるので、服見に行ったりとかはしました。そうか。あとは今回アイスホッケーを見に行ったりとかして、結構、こういうなんか、はい、シャーンってやるやつだね。はい、はい。そう見に行ったりして、結構満喫しちゃいました。あ、本当に？はい。好きなの？アイスホッケー。アメリカ行った時に初めて見に行った時が衝撃的に面白くて、あ、そうなんだ。殴り合いの喧嘩とか始まって、で殴り合いの喧嘩すると一応反則なので、うん、なんか反省ボックスみたいなところに閉じ込められて、しばらく出れないんですよ。マジで面白い箱 で上から見えるんですよ、それ反省してるところがなんかそういうのとか、なんかみんなその喧嘩し始めたらみんなうえーってなるんです。やれやれみたいな。反省ボックスに入ったらブーみたいな、なんかめちゃくちゃな空間が面白くて、でそれからこう海外行って行くときはなんかちょっと調べてスポーツあったらちょっと行ってみたりとか、はい、面白い。あ、すごい満喫してる。楽しんでました。すいません。ねえ、いえいえ、はい、どん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 楽しんでいろんなものをなんか吸収しながら、はい、ね、絶対いいよね。なんかしらのなんていうの、ヒントというかさ、うん、になるもんね。プロレスでなかった人の人生は何でも、はい、なんかのヒントになると思う。ああ、そうなんだ。まあ、すごい。私はね、行くとね、大体もう、はい、まあ、観光と、はい、まあ、アメリカ全部回ってたんだけど、そのサーキットとかの試合の時にはね、はい、昔はね。だけどほら、試合があるから、集中できないからさ、観光とかもできなかったわけ。はい、もう何も、とにかくしないみたいな感じだったんだけど、はい、今はもう、コミッショナーでさ、パパッと喋るだけだからさ、あとはもうね、化粧するだけだから、はいはい、結構ね、遊んで、はい、あちこち見て回ったりとかして、やっぱり前はあったんですね、試合の決勝は、ね、もう、うん、はい、そうだね、どこ行かなかったね。もう連れられていくんですか？いや、もう全部自分で行く。あ、そうなんですね。そうなのよ。メールボックスっていうかさ、はい、ニューヨーク住んだんだけども、はい、そこのポストにもうわーってチケットが来るわけ、はい、エアチケットがね、はい、でそれでそれ一個一個見て、あ、この日はここ、この日はここ、もうとにかく28試合ぐらいあるから、はい、月にそれも毎日毎日さ移動して、でちょうどさバッケージクリーン、はい、飛行機降りて
バックスクリーンで自分の荷物待ってると、はい、体の大きい選手がボン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 っているわけよ、はい、絶対WWE のレスラーだろうなっていうふうに、はい、WWE か、はい、今でだけど名前も知らないし、はい、まあ、有名なのか有名じゃないかもわかんないわけ、はい、ずっと日本にいたから、はい、WWE なんて興味なかったその時代、はい、でも体大きいから多分そうだろうなと思ってちょんちょんってやって今レスラーかって聞いて、はい、そうだって言うとか、はい、トゥギャザーっつって会場まで乗っけてもらうわけ、はい、であのみんなで割り勘で、はい、払ってで運転免許も持ってないからさ、はいはい、どうにかしなくちゃいけないわけよ、はい、すり寄ってさ、はい、すり寄ってっていうか、はい、うん、そうそうだった結構危ないです ね、 その人はね緊張感あるそうだ、ねはい、その人はレスラーじゃなかったらどこに全然変えちゃったみんないなかったなぁそうだね、うん、あすごい そんな感じの毎日だったそれはちょっと観光どころじゃないですねそうだねいやよかったとにかく会場にさえ着いちゃえば、はい、お化粧して頭立てて、はい、あの口甲子園に来て待ってればいいんだからさ、はいはい、そんな毎日だったねでそれ終わってから今度ホテルが携帯がないからさ、はい、調べらんないしさ確かにでみんなもうあの公衆電話見つけて電話帳、はい電話場でこの近くのホテルをアメリカもそうなんですね。それを調べてさ、はい、昔なんてそのなかったんでその調べるあの、はい、術がなかったね、はい、携帯ないから、はい、でもその電話帳で ここは安いのかどうかわかんないみんな電話していくらなんだいくらなんだって今日泊まれるかっつって、はい、みんなやつだねまあサバイバルですね本当に、ね、すごい、ね、そういう時代すごい試合よりも試合がいいんだよ試合の時はもう、はい、自分の好きなようにもうわーってやってお客さんをいてもらって、はい、そっから仕事だからね、うん、ホテルはどうしましょうか危ないずっと出てますよねすごいいやでもあの時に、はい、あの携帯がなかったとしても、はい、携帯みたいなあのカメラがあればよかったなと思っていろんなもの撮れてるああなるほどなるほど今やったらねちゃ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 と撮れるけどさ、はいはい、すぐに配信できるけど、はい、あの時ってカメラないからさなんか映るんですみたいなやつを日本からもう何十個も買ってきてやってたのかないろいろはいはいねそれでもなんかね写真残ったら今、ねまあ、今いい時代だからあのアイスホッケーってあーなんか今日は最終的に、はい、あのゴールはどんな風にあのどういう風になろうっていう風に思ってるんだろう松本博としてあなんか私引退とか考えてなくて、うんうんうん、なんかこうみんな悔いなく、うん、もうやめますって言えてる方は本当すごいなと思って、うんうんうん、多分そういう時は絶対来ないので、うん、なんかやっぱり走れるとこまで走って、うん、やっぱ需要がなくなったら消える、うんかなっていうのはあるので、うん、ちょっとまあやれるとこまではやりたいなというか、うん、まあそのモチベーションと、うん、もうダメだと思ったらいなくなってるしっていう感じで、うんうん、ちょっとネガティブに聞こえますか？いやいやいや大丈夫ですか？はいはいすいませんすいませんはいそうかやっぱしあれだねあのフリーの人あと団体の人っていうのでは、はい、目指すところがもしかしたら団体だとこの団体の一番のベルトだったりとかなんとかっていうのがあったりとかするかもしれないけどもやっぱしフリーだとその需要っていうこともすごく大事になってくるので、ね、みんなが必要とされるレスラーとしてずっと自分がリングに上がっているっていうことがあの大切なことになっているのかもしれないでやっぱりまだ今も結構体調いいので、うんうん、やっぱり今でもやっぱメインで戦えるぞっていう自信があってリングには上がれているので、うん、やっぱそこを崩したくないなっていう、うん、メインでも張れる、うん、フィジカルでいたい、うんうん、やっぱそこがちょっとボーダーかなっていうのは感じてます、うんうん、ので、はい、やっぱりベルトいつでもいけるぞっていうのは、うんうん、はい、ずっとあります、はい、逆にフリーの人の方が大変だねその自分で作るモチベーションなわけじゃない、はいはい、作っていかなくちゃいけないじゃんもうあいいやと思ったら全然はい、楽になっちゃうかもしれないけどもやっぱりそこを自分で高めていかなくちゃいけないっていう部分ではすごく大変かもしれないね、まあ、そのスケバンみたいなやっぱちょっと大きい人生変わるぐらいの大きいなんかこう出来事とかもやプロレス界あるじゃないですか、うん、大きい分かれ道だからそれが頻繁に結構あるので、うん楽しいです
もう分かんないです、ちょっと語彙力がないんですけど、はい、なんかそういう出来事がたくさんある世界だと思うので、その出来事があるところの近くにいたいなっていうのは、はい、いや、なんか今日いろんな話聞けたのと、はい、あの松本博代としての考えだったり、あとビンゴとしての考えとか、あと本当にプライベート的にどういう人間なのかっていうのがすごくあの分かったというか、この1時間2時間の間にあのいろんなことが聞けて、で、あ、いろんな、なんつうんだろう、あの可能性をすごく秘めたあの人なんだなっていうのがすごく感じられて、私もあの話していてすごくあの勉強になったし、まだまだ頑張らなくちゃいけないなっていう元気をもらいました。これからも本当に頑張ってください。スケバンでも頑張って、頑張ってもらいたいし、はい、松本博代として日本のレスラーとしても頑張ってほしいし、あとはあの個人としてもあの幸せでいてほしいなと思います。ありがとうございます、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。楽しかったです。